おはようございます。たまです。学園ヘブンやっていきましょう。王様をね、やっております。王様はね、プレイしてるとね、私がね、めんどくさいな、この男は、とかね、私がド S になっておりますね。背後霊がド S キャラになってしまう状態です。まあでもですね、王様のルートなので、まあその王様のね、ちょっと私がこう個人的にうざいわって思いながらね、他のキャラをやってる時にね、ちょっとちゃちゃ入れてくるんでね、ちょっとね、印象が私の中でちょっとあんまり王様よろしくないんですが、王様のルートなので、ここからどんどんね、王様の良いところっていうかね、こう男気あふれて啓太くんにね、メロメロになっていただいてですね、印象がね、またね、変わるかもしれないですからね。まあ、ド S の背後霊でね、ちょっとやっていきたいと思いますよ。よいしょ。いけあ、そうか、そうか。これですね。賭けだね。あ、滝くん出てくるとさ、滝くん追いかけたくなるな。これ滝くん出てくるんだけどね。もう中島さんにもね、いたずらされてないので、爽やかにね、王様のことをね、眺めていきたいと思いますよ。庭、ああ、今日こそてめえの花をへし折ってやるからな。絶望3匹。ちょっと久しぶりやな。久我沼さんのね、重々しさを思うとなんかね、軽いけどね、レッツゴー3匹ね。レッツゴー3匹です。やれるもんならやってみな。この高くてかっこいい花は、そう簡単には折れやしないぜ。このなんか、あれだよね、こういうこと言えるっていいよね、でもね、本当にね、高くてかっこいい人だからね。違うわ。だが、そこまで言うなら今までみたいに遠慮はしねえぞ。そのお前の態度だけじゃなく、鼻の骨も一緒にポックリへし折ってやる。遠慮ね。それで今までの結果ならおめえら相当のお人よしだな。王様ルートはでも結構あれかな、こう重たい背景なさそうで、こう明るく楽しくやれるかな。なんだと？ちょっとね、滝君がね、重かったね、やっぱり。中島さんは中島さんでね、啓太君が苦悩にね、満ちてて重たいし、滝君は滝君でこうね、助け出してやらねばっていうこうね、重さがあったんで。この野郎！王様ありじゃないかな。啓太君がピエンピエンしてれば王様がちょっと出れてくれるんじゃないかな。には、勝てよ。王様、今度も瞬殺。おう、任しとけ。中島さん。あ、いたずらされてない世界線なんでね、普通にお話しします。ああ、伊藤か。君も来たのか。中島さん、これって何なんですか？喧嘩してるみたいに見えるんですけど。安心しろ。喧嘩ではない。ただの勝負だ。勝負って喧嘩と変わりないんじゃないですか？どうして止めないんですか？3対1ですよ。これもね、一通り見たんですけど、王様ルートなんでね、いつものことだからだ。一応見ておこう。周りも慣れた様子だろ。中島ルートでも見ました。一体何が始まるんですか？それに3人は。滝ルートでもね、ちょっと飛ばしたんですけど。柔道同好会のメンバーだ。左から渡辺、直井、永原。はあ。3人は
自分たちの柔道活動が同好会扱いであることに対して不服を申し立てている。それで喧嘩ですか？言っただろ、喧嘩ではない。一応な。これもでもあれかな、流れ的にはケイタ君がまたこう喧嘩に巻き込まれたりするのかな。この学園では部員がそれなりの成果を上げなければ同好会を部に昇格することは許可していない。そしてその昇格の判断は生徒会がすることになっている。部に昇格すれば遠征費など多額の部費が学園側から出ることになっているから、ほとんどの同好会はそれを望んでいる。実際以前は部への昇格を申請する書類が毎日のように提出されていたそうだ。大変だったんですね。そうだな、書類の整理や基準の審査だけでも一苦労だろう。そこで庭は自分が生徒会長になった時、同好会は自分に勝ったら部に昇格させてやると宣言したんだ。それじゃあ、そういうことだ。分かりやすい基準だろ。今ではすっかりここの名物イベントになっている。何しろ文化部、運動部を問わずあいつに挑戦するやつは後を絶たないからな。文化部って何で戦うんだろうね。あの柔道同好会はこれで3度目だったか。茶道部とかだとお茶を立て合うのかな。あ、なんかあれなかったかな、ランマ2分の1で格闘茶道ってなかったっけ。最近では茶道なかったかな。庭が相手を倒すまでの時間をかけるやつまで現れている始末だ。 あったよね、ランマ2分の1で正座したままスタ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 って言って動くキャラありましたよね。なんか親指後ろので親指だけ使ってね、スルスルスルって正座した状態で進んでいくんですよ。格闘サウトとかするのかな、王様も。中島さん、賭けって。お、聞いたやないか。あー、切ないよ。なんや、お前も見に来てたんか。明るく振る舞ってるけど裏でいろんな目に遭ってると思ったらね、なんかそれをねスルーするのが辛いわ。お前もって辛いわ。ちょっと滝くん無限ループ化しそうだわ。私ここでね、滝くん選びたくなっちゃう。副会長さん、そないにらみつけられても俺は何にも言えませんよ。こういうことは公平にやらんといけませんから。誰も情報を流せとは言っていないだろう。そうやから、そないにらまんといてくださいって。あのね、昔ね、二次創作でやっぱりあれかな、ケイタ君が受けの方が人気がやっぱりあるのかな。私すごいね、自分が書くならね、滝で書きたいね。なんかあの書きやすいなぜここで今18年前のねゲームの二次創作の話をするかって感じなんですけど、西園寺さんはすごい好きなんですよね。で、萌えの部分は西園寺さんなんですよ。で、そこの熱量で書くタイプの人もきっといると思うんですけど、滝くんはね、あの、まあ、言うにバックボーンがあるのでね、膨らませやすいですよね。こう本人に明るく振る舞ってるけど実はネガティブな子だったり、本人にちょっとコンプレックスがあったり、そういうのがある子っていうのは書きやすいんで、だからこうね、自分で勝手にね二次創作化してお話をつけたり考えたりするのなら、ケイタ滝で書きたいですね。18年前のゲームだけどね。でも多分当時そんなになかった気がするな。西園寺さん以上になかった気がする。ケイタ滝で書きたいねでなんか今更ね、俺やってる方はさすがにいるのかな。なんやビビってもらうわ。学園ヘブンで活動されてる方いるのかしら。K
手叩きを読ませてくれ。嘘をつけ。やっぱ中島さんが多かった気がするんですよね。だってあの公式も滝はないですよね。なんだっけ、七条編とかありますよね。中島編とか、あのマガビーさんで連載やってたと思うんですよ。でも滝編ないですよね多分。そりゃどうも。そんじゃ俺向こう行ってますから。呼んだことね、ちょっとよろしかったらまたお願いします。いっぺんマガビーさんを購入したときにね、七条編をやってたんですよね。ちょっとそれだけ1回分だけ見たことがあって。俊介、中島編も確かあったと思うんですよ。まったくあいつは。この内容ね、全然入らず勝手に喋るというね。私作業感半端ないですよね。違うこと喋りながらただこす。ここねここね、うん、俊介の方に行きたいね。行けないね、行けないんで、すいません。王様狙いなので今度はね、中島さんのそばにいましょう。いたずらもされなかったしね。ね、こういう風にしてさ、なんかさ、気づいてあげられへんの胸痛むわ。他のね、キャラと違ってね。どうした？背後霊がね、ちょっと胸痛めてるんです。いえ、何でもありません。それがちょっとね、影響してる、ケイタ君にね。私、背後霊なんでね。そろそろ始まりそうですね。王様、大丈夫でしょうか？何がだ？何がって3対1ですよ。誰がどう見たって王様の方が不利じゃないですか。いつものことだ。あいつはあいつで楽しんでいるからいいんだよ。生徒会としても同好会の一つ一つから書類の申請を受けて意見を聞き、会議を開くよりも手っ取り早くて楽だしな。楽？でもそんなのって。安心しろ、あれでも庭は柔道三段の腕前だ。どうせ今回もすぐに決着はつく。うんうん、中島さん、あなたは。それこそあれだよね、王様柔道でオリンピック出れそうだろ。これさ、中島さんの選択肢になるから。え、あ、でも違うね。王様のことが心配じゃないんですかって言えば、王様を心配してるケータ子になるから、王様寄りなのかな。こっちだね。王様のことが心配じゃないんですかね。ちょっとケータ君ね、あのムキムキマッチョの王様にちょっと心を惹かれそうになってるからね。まだ気づいてないけど、ね、伊藤は、ね、これこれ、あいつのことが心配か。心配です。当たり前です。だって3対1ですよ。あんなのいくら王様だって。だがこれまであいつは負けなしだ。王様寄りにね、特に武道系ではな。全部格闘にするんじゃない？だからあの文化部とかでもね。弓道では篠宮相手に負けたらしいが、まああれは部昇格がかかった勝負じゃなかったから。ほうほう。王様が手を抜いたってことですか？そんなことはないだろう。あいつはいつでも真剣勝負だ。篠宮の弓道は全国でも2位だからな。相手が悪すぎた。でもそれならやっぱり。相手が悪すぎたと言っただろ。あの3人程度が相手なら庭の圧勝だ。お料理クラブとかさ、お料理同好会とかでもお料理で戦うのかな。あいつは11対1でも勝ったことがあるしな。11対 1？ ああ、といっても種目はサッカーで PK 合戦だったかな。はあ。試合を引き分けた時の PK 合戦は5対5でやるものだが、あいつは自分からそれでいいと言って11対1の対戦にしたんだ。
バカだろ。バカだろうの言い方が今良かったね。対戦も最初は庭がゴールを攻める側で11本のシュートを打ち、次にキーパーをやったらしい。中島さんね、ほんとね、自分が呼んでた時もっとクールに呼んでたんでね、意外とね、抑揚に優しさがあるよね。それも11人分ですか、ね、そうだ、奴は11人分のシュートを受けた。そして勝ったんだ。すごい。ま、PK 合戦だから勝てたんだろうがな。サッカーは一人でやるものではない。普通にフィールドでやり合っていれば結果は変わっていただろう。だがその後、今度はサッカー部が庭を欲しがってな。そりゃそうですよ、11人相手に PK 合戦で勝てる人なんて絶対欲しいと思いますよ。その時もあいつは自分に勝てたら入ってもいいと言ってまた勝負に出たんだ。そして勝った。ま、庭の強さは見ていればわかるだろう。特に柔道なら。そろそろ始まるようだな。それと結構空手で互角に戦ったのね。じゃあ喧嘩した時、中島さんはさーってと、ギャラリーも十分集まったことだし、とっとと始めようぜ。お前らじゃいくら作戦会議やったって無駄なんだからよ。なんだと、今今日こそてめえを地べたに叩きつけてやる。これ結構ね、いつまでもてめえの天下だと思ってるんじゃねえぞ。長かったよね、戦いここね。いいからとっととかかってきやがる。まずは誰からだ。なんだったら3人まとめてでもこっちは全然構わないんだぜ。なんだと、俺たちをバカにすんのもいい加減にしろ。長原君ってね、ちょっと可愛いんだよ。しょうがねえだろ、バカにされるだけの実力しかねえんだからよ。去年だったらこっちから行こうか。このよーし、長原、まずはお前が行け。はい、長原行きます。よっしゃ、庭勝てよ。あらよっと、あっ、ブルブルか。よし、まずは一人目っと。この次は俺だ。ナオイ、負けるな。結構リチギにでも一人ずつにね、行ってて。次も瞬殺。偉いね、三人で A 行って行けば。あ、三人で行ったか、そういえば。それでもダメだったっていうオチだったね。うわ、コーチ狩りをお見事。ちょっと飛ばそうかな最後まで。あのね、王様ルートだからしっかり見ようかなと思ったけど、ここちょっと飛ばすわ。あいつら、はい、ボコボコ、痛い痛い、飛ばそう。かっかな、はい、終わりました。4分大当たり。かー、3人がかりがなかったら3分ジャストだったってのにね。3人がかりやったね。3人で行けばいいじゃんって今思ったけど。かっこいい。おう、サンキューサンキュー。王様、本当に強い。ある意味ね、派手柱さんね、この人はね。心配する必要もなかっただろ。はい。よー、ケータ、お前も見に来てたのか。どうだ、俺の勇姿、かっこよかっただろ。はい、今回ここね、惚れましたって言っときましょうね。これね、ちょっと王様の時に言おうと思ってね、温存してましたからね、これね。今までちょっと3人の心配したんですがね、惚れましたって言ったら王様きっと頬を染めてくれるんじゃないかしら。意外とこの方ね、あのこう、カオルちゃんカオルちゃんって言いながらもね、なんていうの、意外と免疫なさそうな気がする。えい、はい、かっこよかったです、惚れました。ちょっと兄貴って感じで、こう射程感出していこう。そうかそうか、惚れたか照れてくれへん照れてくれへん。あ、頭ガシガシ系か、なるほどな。あーか、素直なやつだ。
男気に男が惚れるってか。ちょっと悩んでほしいよね。ドキドキしてきた時に王様が悩んでほしいね、これね。よし、その気になったらいつでも来い。ねえ、ケイタ、ちょっと上目遣いで攻めろ。この方ね、タキ君も可愛がってたんでね、ちょっとショタ好みだと思うから。俺の弟子にしてやるぞ。ほらほら、継ぐ子になろうっていうやつだ。はあ。首が危ない、起きていた。あまり調子に乗るな、兄は。ちょっと焼きもち焼いてるよ。中島さんも実はね、密かにタイプだからね、ケイタ君。あ？ヒデ、お前俺の人気に焼いてんのか？いやいや、ケイタ君がね、密かにドストライクだからね。誰がそんなことを言った？イラッとしたよ。王様がわしわししたから。ただの世辞にいい気になっているとみっともないからやめろと言っただけだ。あー、しまったな。いたずらされてちょっと三角関係感を出しつつプレイしてもよかったかもしれんね、これね。ね、ジェラシーってくれそうじゃん。中島さん、俺は別にお世辞なんか言ってないですよ。これ王様ルートでいたずらされてたら、この辺のセリフにもちょっとこう、ケイタ君、あのセリフがちょっと多分こうね、差し込まれてくるんじゃないかな。しまったな。だそうだ。取り合わせてもよかったね。ケイタ、お前のその素直で正直なところは美徳だぞ。あ、西園寺さんと同じことを言ってますね。俺もお前のそういうところは好きだ。ケイタが照れる？はい、王様。あの、なんかすごいピュアとピュアのぶつかり合いやな。しかしなあ、あいつらもあの程度の腕で俺に挑んでくるんじゃねえよ。しかも今度で3回目だってのによ。肩慣らしにもならなかったぜ。そうか、中島ルートでこっち側取っても、ちょっと中島さん、さっきのジェラシーっぽくてよかったな。しまったな。そう言うな。お前ももう少し手加減してやれ。冗談だろ。あれ以上の手加減なんてどうやってやれってんだよ。仕方のないやつだ。だがな、もっと時間をかけてもらわないと賭けの意味がない。いくらぐらいかけてんだろうね。かけって、橋たがねって言ってるけどね。そういえばお前はどうだったんだ、ヒデ。もちろん取ったさ。3度目だし、あいつらの性格を考えればそろそろ卑怯な手も使ってくるだろうと踏んでいたからな。制服のね、色味的にもこう掛け狂いっぽいよね。実はすごい額かけてたり。後でなんかおごれよ。明日金だ。おごるほどはない。王様、また儲けさせてくださいよ。おう、任しとけ。どう、ケイタ？お風呂ね。学園にはもう慣れたか？ちょっとお風呂飛ばそうかな。まあ、久々に見てもいいけどね。王様って一番最初にね、見たんですけどね。ちょっとお風呂はね、飛ばしていこうかなと思います。ワープします。突然裸です。お風呂ね、飛ばそうと思ったらね、ちょっとね、王様よいしょの選択をね、戦いで取ったので、ちょっとセリフが変わってたので、裸体いきなり。はい、篠宮がいない時にな。兄は冗談だよ。ちょっと途中からのセリフで申し訳ない。ところでよ、ケータ、お前こないだ見てたよな。
俺があのサンバがやっつけるところ。あ、そうか、王様ルートじゃなかったらサンバカをやっつける下りをペラペラ喋ってたよね。そういえばサンバカって柔道同好会の人たちですか？ここだけかな。おうよ、どうだ、かっこよかっただろう。はい、3人相手なのにあっさりやっつけるんですから。このね、ケイタ君がめっちゃ可愛いよね。王様って本当に強いんですね。サイズ感がなんかおかしいことになって。当たり前だって、伊達に王様って呼ばれてねえよ。あいつらと勝負したのは3度目だったんだけどな。今までだって俺の圧勝だったんだぜ。武勇伝を語る。大体あいつら3人だってのに弱すぎなんだよ。いつも3対1で勝負してるんですか？じゃねえとこっちが物足りないんだよ。なんか後ろの岩井さんがちょっと可愛いね。私にだけ見えてる人みたいでちょっと怖いけどね。最初はあいつらのボスの渡辺が一人でやるって言ったんだけどよ、組んだ次の瞬間にはあの野郎地べたで仰向けになってたからな。こう真正面から向かってきたの大外刈りでドンじゃ。この辺から行っちゃうかな。へー、5秒かかってねえからもう一回チャンスをくれてやろうかって言ったら3対1にしろって言われてよ。それで OK しちゃったんだ。それでどうだったんですか？もちろん瞬殺よ。あっけないもんだったぜ。それから2回目の時はな、やっぱり怠慢から始めたんだけどよ、あっちも作戦仕掛けてきやがったんだ。組むぞって時になっていきなりギャラリーの方から王様大変ですって呼ばれてよ。なんだって振り向いたらあいつらの一人だったんだ。王様ほんとあれですよね、あの初めの一歩の一歩くんがね憧れてた先輩、名前忘れちゃったんだけど、こうキャラクターが似てますよね。それって王様を騙そうとしたってことですか？そのつもりだったんだろうな。気がついて前を見たら鼻先に渡辺の野郎がいやがった。それでどうなったんですか？なんてことなかったぜ。とっさにしゃがみ込んで襟首掴もうとしてた奴の手をかわしてよ、そのままこう下から逆に襟を。あ、抜けちゃったよお湯が。あ、岩井さんがね、あって言ってくれてる。ちょっと岩井さん、私次岩井さんやりたくなってきた。岩井さん可愛いな。おい岩井、その線早く取ってくれ。あ、線どうしちゃったんだっけ？消えた。線すっから。抑えるのを今だけ変わってくれ。は、はい。おい、変な音が聞こえないぞ。な、なんでもねえよ。あ、ぐっ、どこに落ちちゃったんだっけ。あ、排水溝。ケータ、篠宮に言うんじゃねえぞ。排水溝に負担してなかったの？あいつにバレたらうるせえからな。しかしいいからお前も黙ってろって。どうした、何かあったのか？いや、何もねえよ。ほらお前ら二人いつまでも使ってっとのぼせちまうぞ。はい。おお、これがハマるぜ。シャワーの取っ手でしたっけ？でそれをまた海野ちゃんが外しちゃうんだ。なんだかんだお風呂も半分見ました。
マイハニーいるかい。あ、そっか、ここで久我沼さんだね。はい、かっ飛ばすよ。ここいつもね、かっ飛ばしてます。この辺も適当でかっ飛ばします。で、久我沼さんに意地悪言われにしましょう。飛ばします。はい、庭さんですね。多分中島さんと同じ感じかな。おし、王様そんなにセリフ変わらなさそう。職権なくしたんかみたいな。王様スッと出ないんだ。まああの立場の弱いねキャラクターの時はね、王様に相談だってすぐね誘導されるので合ってますよ。なんかネガティブ系だことね。ルートのね攻めケイタ君からね従来のケイタ君のね性格に戻った感じがしますね。やっぱかっこよかったんだけどな、滝ルートのケイタ君ね。滝君のねルートちょっと引きずってて申し訳ない。滝君がどっちかとネガティブでマイナス思考だから、なるべくケイタ君はラッキーサイドの前向きに前向きにってねもの考える感じのね立ち位置になってたんで。でも意外とねケイタ君別の人の時はねマイナス思考なこともある。お、やっぱり職権なくしたか。どうした元気ねえな。体に似てえのか。王様、中島さんも誰かに職権取られたか、ね、だったら俺が取り返してやるぜ。庭、この学園にそんなくだらないことをする奴はいないと思うが。そうか、食堂でしょけてるんだぞ。飯食いっぱぐれる以外に理由なんかねえと思うけどな。どうしたケータ、腹でも痛えのか。いえ、そうじゃなくて。理事会のやつら一体何考えてやがるんだ。同感だな。そんな無茶な話が通ると本気で思っているのか。でも俺本当に言われたんです。副理事の久我沼って人に呼び出されて、お前の入学は間違いだったから。だからケイタ、情けねえ面するんじゃねえ。でも俺の退学はもう理事会で決まったことだって言われてしまって。だからってな、おとなしく尻尾を巻いて引っ込んじまうことはねえんだよ。俺を探してたって言ってたよな。だったらもちろん力を貸す。いいな、ケータ。絶対負けたりするんじゃないぞ。あ、はい。みんなでケータを取り囲んで、どうしたのかな？飛ばすね。何を集まっているんだ？男気の王様を見たので、飛ばします。やっぱり許せねえ、理事官。で、王様についていくって。そんな、俺のために。オミ、あいつのフォローをしてやれ。はい、わかりました。はい、王様についていくよ。俺も行きます。ケータ、だって俺のために王様たちは言ってくれたのに、俺だけこんなところでのんびりしてられません。あ、七条さん、俺も一緒に行かせてください。
もちろんですよ。ここでね、維持長室はサーバー棟の中にあります。行きましょう。七条さんの時はね、急いで王様に追いつかないと。七条さん、そうですね、優先でね、選択肢を選んでたんですけど、多分追いつくとは思いますが。え、この開きやがれ。ほらね、ここがサーバーと鍵がかかっているんですか。そうですよ、理事長室もあるし、この学園の要ですからね。すべて電子ロックです。丹羽会長、いくらあなたでもその扉を力ずくで開けるのは無理ですよ。くそー、この忌々しい扉。室長、鍵を外せ。王様、鍵を外せって電子ロックですよ。電子ロックだから僕なんですよ。七条さん、これさ、別に王様関係ないもんね。お願いします。お願いします。キリ。丹羽会長、どいてください。かっこいい。七条さんもかっこいいね。たく、ムカつく扉だぜ。開きましたよ。え、もうですか。鍵の110番みたいね。よくやった、行くぞ。あ、王様。さあ、僕たちも急ぎましょう。あの、ありがとうございました。どういたしまして。でも、一体何をしたんですか。ノートパソコンでね、ちょっとセキュリティに割り込みました。そんなことができるんですか。いろいろと勉強してますから。でも、おかしいですね。いつもだったら、こんなにすんなりとは開けさせてくれないのに。いつもって、いつもこんなことやってるんですか。開かない扉は開けてみたくなるものですから。でも、気にしなくてもいいですよ。僕に開けられる扉は他の誰にでも開けられる扉だってことですし、学園側も僕にガードを破られるたびにシステムを強化していますからね。その積み重ねでこの学園のセキュリティはかなり強固なものになってますよ。はあ、そんなことより急ぎましょう。丹羽会長一人では僕も心配です。あ、はい。伊藤君、こっちですよ。七条さんにうっとりして飛ばさずに見てしまったね。王様、この忌々しい扉。王様、またですか。やっぱりそこも鍵がかかっていましたか。やっぱりって。そこが理事長室ですよ。室長、ここも開けろ。わかりましたから、大声を出さないで。すぐに開けて差し上げますよ。どこもかしくも鍵かけやがって、ご体操ぶるなってんだ。あの、すみません、俺のために。お前が気にしなくていいんだよ。俺は開きましたよ。よし、解け。おい、理事長、なんだこりゃ。王様、これってクマのぬいぐるみですよね。他の何に見えるってんだ。しかもなんだこのメモ。ふざけやがって。出張中、どうしてこんな可愛らしいクマなんかにメモを貼って。可愛らしいってつけてるところに、なんかケイタ君可愛らしいな。ここの理事長ってどういう人なんですか。みんなの俺が知るかよ。七条さんがね、知ってますよ。王様、会ったことないんですか。ねえよ、ちくしょう。
やれやれ、こんなことじゃないかと思ってはいたのですが。なんだと？室長さん、理事長がいないことを知ってたんですか？知っていたわけではありません。それじゃあどうして？セキュリティシステムの解除が簡単すぎましたから。それで理事長は留守じゃないかなと。予想通りでしたね。お前な、そういうことは先に言え。あの、これね、別に先に言ってくださいよってね、ケタ君まで打ち切れんのってどうよって思うんだよ。王様の何ですか、七条さんをね、ひいき目に見てる以前にね。でもまあここは王様に同調しておきましょう。そうだそうだ、俺も先に言っておいて欲しかったです。あ、可愛い。でも言い方が。すみません、僕も確信があるわけじゃなかったので。済んだことだ、もういい。王様、それより理事長のやつ、肝心の時に出張なんかに行きやがって。覚悟してろよ、会った時には絶対一発ぶん殴ってやる。あの王様、それはちょっと。いいんだよ、お前が大変なんじゃないか。気を使うことなんかねえんだよ。王様、キュンってなったよね。ちょっと王様ビーキにね、やってるんでね。ほら、ケイタ君がね、キュンキュンしてくるよ。とりあえず理事長は留守だと分かっただけでも収穫ですね。何が収穫だよ。仕方ないですよ、出張だったら。ケイタ、お前案外のんきだな。王様ね、案外短気よね。ね、ちょっとトップ張る人だからね、もうちょっとね、視野をもうちょっと広く持てんかの。のんきってわけじゃないですけど。でもちょっとだけ安心したのかも。今なら結構な炎上キャラじゃない、王様ってね。こう持ち上げられた後、まあ何かで持ち上げられた後、でも調子に乗った時に総叩きになって炎上しそうなのよ、うっかりしたことからね。ああ、こんな可愛いメッセージを残して出張に行くような理事長ですよ。きっと頑固な分からず屋じゃないよなって。なるほどね、仕方ね。それじゃあ今日のところは引き上げるとするか。そうですね、僕も長居は無用だと思います。というわけで理事長には会えませんでした。そうか、ご苦労だったな、オミ。庭もお疲れ様。たく、すっかり無駄足を踏まされたぜ。すみませんでした、俺のために。気にすることはないよ、ケータが一番大変なんだから。でも。そうだ、おめえが悪いわけじゃねえんだからな。それよりナルセ、お前はこんなところで何やってたんだ。何ですか。たく、いつもはケータを猫っかわいがりしてやがるくせに、こんな時だけ知らんぷりか。まさか僕がそんなことをするはずがないでしょう。僕だって本当はケータと一緒に行きたかったんですよ。それなのにサイオンちが。話し合いに行くのに大人数で押しかけるのはかえって逆効果だからな。私が止めたんだ。なるほど、気を利かせてくれたってわけだ。ケータのためにだ。お前のためなんかじゃ絶対にない。ちょっとね、サオンジさん、またね、奥様とイチャイチャするんだよ。ちっ、冷たいんだから。それでケータ、これからどうする。ケータのためだからね。理事長は留守なんですから、今日はもう諦めます。諦めるのかお前。でも俺、この学園に残りたいって気持ちは変わってません。
今日は諦めるっていうだけで、明日は。よし、それでこそ男だ。俺も全面協力するからな。ありがとうございます。俺絶対に諦めたりしませんから。ケイタ、僕のことも忘れないでくれよ。何があっても僕はケイタの味方だからね。ナルセさん、ありがとうございます。俺頑張ります。ヒデ、お前も手を貸せよ。もちろんだ。シノミヤ、お前もな。そうだな。理事会のやり方は許せるものではないし。ああ。ねえ、次岩井さんやりたいな。ねえ、岩井さん狙いでもああとかしか言ってくれなさそう。私も協力する。今回の理事会のやり方には確かに納得できない点が多すぎるからな。オウミ、お前もだ。よいって感じで。はい。伊藤くん、僕も力になるからね。いつもね、ここね、もう忘れてて、あ、海野ちゃんいたって思っちゃいますね。僕だって先生なんだから頼りにしてよね。ありがとうございます、海野先生。頑張らなくちゃ。先生、あんまり無理すんなよ。ところで猿のやつはどこへ消えたんだ。さあ、そういえばいつの間にか消えたな。あんな野郎、こんな時にまた配達か。立ち違いのないやつだな。ね、これね、ひどい目にね、合ってるね、滝くんをね、知ってほしいんですよね、王様にね。王様、そんな仕方がないですよ。あいつのはバイトだから。読みたいね。バイトでもな、こんな時だぞ。一言くらい断っていけってんだ。ヒデが知らないってことは何も言わずに行っちまったんだろう。少なくとも俺は何も聞いていないな。たく、とにかくだ、明日からは忙しくなるぞ。ケータ、お前が主役なんだからな、頑張れよ。はい。よし。おいヒデ、お前この後俺の部屋に来いよ。なんだ。決まってんだろ、作戦会議だ。今回ばかりは気合い入れてかからねえとな。そうだな。あの、それだったら俺も。伊藤はいい。え？だって俺の問題なんですよ。だからだ。生徒会は生徒会で動く、その方がいい。ケータ、中島の言う通りだ。王様、当事者以外から動きがあった方が理事会の役員連中には効果的だからな。いいから俺たちを信じろ。はい。今日はひどい一日だったな。とにかくみんなが応援してくれてるんだ。落ち込んでなんかいられないよな。よし、何が何でもこの学園に残ってやるからな。ここで王様が迎えに来たり覗きに来たり。あ、やっぱり。あ、結構直球、あの玄関とかね、道で会うんじゃなくて、やっぱりあの突撃してくるね。ちょっとつ申しいんだね。でもあれね、入り込んではいないのが王様ね、ちょっと紳士的ね。めっちゃ叩かれてる。もう全然ね、覚えてないから新鮮。ケータ、生きてっか。
ます。よっ、生きてたか。まだ寝てたのか。まだって、あ、もう8時前、ね、こっから王様のね、優しさをぐいぐいとね、見せていただこうじゃないか。寝坊か。昨日の今日で頼もしいな。いえ、そういうわけじゃ。いいからとっとと着替えな。ここで待っててやるからよ。舐めるようにね、見られちゃうよ、お着替えを。はい、ケイタはいつも7時半起きか。ま、ちょうどいい時間だな。お待たせしました。よし、準備完了だな。それじゃ、一緒に飯食いに行こうぜ。はい。さすがに元気はねえな。はい。え、学校って何時から？学校って何分だっけ？もう昔すぎてね。8時半ぐらいじゃなかった？8時に起きてご飯食べてたら間に合わなくない？ことがことだけに無理はねえと思うがな。あ、すごい、王様が近づいてきたよ。当ててきたよ。あ、そんなに心配すんなって。俺が力になってやっからよ。王様、言いたい。いいか、ケイタ、自分で言うのもなんだがな、俺はここの生徒の中じゃ一番権力があるんだ。なんてったって王様だからな。その俺がお前についてるんだ。百人力だって。王様、なんだその顔。俺の言うことを疑ってんのか？いえ、そうじゃないですけど。だったら頑張れ。きっとなんとかなる。俺がなんとかしてみせる。いいな、ケタ。ケタ君ね、頼れる男好きだからね。はい。そうですね、俺頑張ります。王様はあれだよ。よし、その意気だ。安心感はあるよね。中島滝の順でやってきたからね。さあ、元気を出すためにも飯だ飯。ケータもしっかり食えよ。ねえ、なんか胸クソ展開がないというね。はい、王様。よし、調子が出てきたな。いいか、ケータ。打倒、大学勧告だぞ。普通になんかさ、可愛がってもらってるし。はい。ね、いじるかな、もっとと思ったら。さ、行こうぜ、ケータ。今日は教室まで送ってってやるぞ。照れてるぞ、ちょっと。そんな、いいですよ。俺、またみんなに注目浴びます。気にするなって。ほら、とっとと行くぞ。ちょっと可愛いってしゃあない感出してきたぞ。ほら。怖いよ。これはこれでなんかね。ありがとうございます、王様。ケータ、上目遣いで攻めろ。お、おい、ケータ。はい、飛ばすよ。あ、王様がっていうかな、ここね。だから、王様に相談したんだ。はい。ちょうど、寮の食堂で会えたから、王様だけじゃなくって、女王様たちも相談に乗ってくれて。そうか、大変だったんだな。はい、飛ばそう。で、メールだよね。あとは回線につないで、このメールを理事長に送ればいいだけだ。これね、ちょっと私ね、あの滝くんを失敗してやった時にね、見たんですけどね、
これが出るんですよ。滝くんをスルーしすぎて久我沼さんのねスパイになった状態のままだとここでねこれが出るんですよね。王様のパターンの時がね。でもな、入学パンフレットなんてちゃんと読んでなかったけど飛ばせるもん、ね、本当にこんなところで何をしている。はい、意地悪きたよ。あまだいたのか。久我沼さんね、ちょっと学校からねいなくなったと思ったらまたねタイムリープしたんで出てきましたよ。まあすぐに出ていけと言われてもできるものではないだろうからな。ね、出て行ったんですけどあなたが、ね、こちらもそれを分かっているからお前に1ヶ月の猶予期間を与えてやったんだ。あの俺まだ辞めると。ああ一体何を言っているんだ。まさか辞める気はないなんて言うつもりじゃないだろうな。当たり前です、間違いだから辞めろなんて言われてはいそうですかって答えるわけないじゃないですか。俺は絶対諦めません。バカなこと。お前の退学はもう理事会で決まったことだ。わしはそう言ったはずだぞ。だいたい考えてもみろ、お前が残ったところでこの学園に何のメリットがある。学力でも運動でも芸術でも取り立てて才能のない普通の生徒が、このベルリバティはそんな人間がいられるような場所でないことくらいはお前も分かっているだろう。それはどうした、ケータ。え、やっぱりあんたか。お前はまたわしに何か用か。いいえ、ここには偶然通りかかっただけです。副理事がここにいらっしゃることは存じませんでしたが、だがちょうどいい、正式な提訴の前に言わせてもらいます。今回の彼の退学勧告の件に関してはあまりに理不尽なものだと感じています。これは俺個人の感情ではありません。現に理事会で退学勧告が決定された日に理事長は出張で不在だったはずです。それにもかかわらずそんな重要な問題が議題に上がったこと自体疑問を抱かざるを得ません。イケメンモードね、やる気スイッチがね後ろに。一体君は何が言いたいんだ。我々生徒会はこの彼の退学問題について明日理事長宛てに正式な提訴をします。この学園の生徒の代表として理事会の横暴は通させません。この生意気な。そうですか。自分たちの学園の仲間を守るために行動を起こすのはこの学園の生徒として当たり前の行動だと思いますが。丹羽哲也、お前は生徒たちに人気があるようだが自分の立場というものはわきまえるべきではないか。所詮生徒は生徒、学園を経営しているのが我々理事会だということを忘れるな。だが学園というものは生徒がいてこそ成り立つものだ。だからこそこの学園がどう形作られ強化されるかは我々生徒の手にかかっている。違いますか、副理事。このどこまでも立てつけ。だがな、お前たちが何をしようが一度下された理事会の決定が変わることはない。あの甘い理事長はお前たちを自由にさせているようだがな、いつまでもそうやって好き勝手をしていられると思うなよ。負け惜しみか。あの王様、結構ね正統派に退散させたね。大丈夫かケータ。あ、はい。たく、あいつだけはムカつくやつだぜ。悪かったなケータ。そんな、俺の方こそ助けてもらって。気にするな、もともとあいつが生徒にきつく当たるのは俺たち生徒会が
理事会と派手に対立してるからってのもあるんだよ。あいつがお前に嫌味を言ってたみたいだったが、それも多分八つ当たり混じりだ。王様、そんな顔すんなって。安心しろ、俺が絶対理事会の奴らのいいようにはさせねえから。さっき久我沼の奴に言ったことだって本当だぜ。今中島に提出書類の草稿を作らせているんだ。久我沼には明日って言ったけどな、今日中に理事長に提訴してやる。お前のことはケイタ、うるうるしちゃうんですよね。ケイタメソメソ、ケイタ、あ、滝ルートでね、これ出た時ちょっとね違和感があったんですけどね。王様空いてたと。おい、お前どうして泣くんだよ。なんか俺まずいこと言ったか。うるうるしちゃったよ、可愛い子ちゃんになったから。いえ、なんでもないんです。かおりちゃんはね、ただメソメソしないから。泣くほど心配なのか。大丈夫だって言ってんだろ、俺が何とかしてやる。お前のことは絶対退学になんかさせねえよ。だからな、泣きやめよな。違う、うん、違うんです。俺嬉しくてつい。嬉し、バカ野郎、心配させんじゃねえよ。乙女だからよ、ケイタ君は。たく、また何か泣かせるようなこと言っちまったんじゃないかって思ったぜ。また何かあるの？トラウマがやっぱり王様にも何かあるの？昔なんか過去、それで男の子をピエンピエンさせましたってことがあるの？あ、うん、俺はほらデリカシーってのがないからよ。あ、だからちゃんとやっぱり回収してますね。私がさんざっぱら文句を言ったことを回収してるね。すごいね、シナリオの人ね、分かった上で書いてるね。今までにも誰か泣かせたんですか？ねえ、泣かせたの？あ、まあ小学校の頃だけどよ。 すごい昔やん、成長してないやん。こいつ、人が心配してやってんのに笑うんじゃねえよ。すみません、でも王様でも小学生の時があったんだなってつい。当たり前だろ、俺を何だと思ってるんだよ。でもあれじゃない、小6で170センチぐらいありそうじゃない？すみません。たくよ、お前笑ったな。はい、泣きべそ書いてるよりその方がよっぽどいいぜ。その調子でめげんなよ。はい、俺絶対に諦めません。よし、その気だ。はい、じゃあこの辺でメールをね読むところだと思うので、この辺で今回はやめておこうかな。ちょっとね、王様のルートなので、いっぺん見たところもやっぱり王様がね主要な部分は見ておこうということでね、何回も見たところをね見てるんですけど、まあ、ここは飛ばそうかなと思います。で、
MVP 戦のとこもでもどうしようかな、あの辺も飛ばそうかな、王様目立ってますけどね、あの力道するのにね。まあ今回はこの辺で、散々ね私があの王様に対してね文句をね言ったことがね、王様も実はちょっとねちょっと気にしてる実はみたいなのをねちゃんと入れてありましたね。ねなんかシナリオ書く方素晴らしいね。それではこの辺でおやすみなさい。玉でした。